117系電車は日本国有鉄道が製造した直流近郊継電車。1979年から1986年にかけて216両が製造され、国鉄分割右営化の時には東海旅客鉄道に72両、西日本旅客鉄道に144両がそれぞれ承継された。京阪新地区の東海道本線。 山陽本線で運行している新快速には1972年からそれまでの1 1 3系に変えて山陽新幹線岡山駅開業に伴い余剰となった急行系、車両1 5 3系が投入されていた冷房装置を搭載し乗り心地の良い空気バネ台車であったものの製造初年が1958年と古くボックスシートであり デッキ付きの乗降口を両端に有する構造は、ラッシュ時の輸送に難点があった。また、元来は長距離の急行用車両であったため、洗面所やトイレ付きで、座席は比較的ゆったりしていたとはいえ、京阪間を運行する阪急電鉄や京阪電気鉄道の転換クロスシートを備えた特急車両に比べると見劣りしていた。 1 1 7系はこれらの課題点を踏まえ、京阪新地区の輸送事情に適合する車両として設計された。客室設備は1975年に北九州地区に投入された、キハ6 6 6 7系を基本とし、急行型を上回る設備水準の車両として構想され、それまで一貫して車両の標準化を推進してきた国鉄が、 地域の事情に応じて設計、製造した講師となっている。新造開始後、本系列による新快速には1 5 3系時代のブルーライナーに対してシティライナーという新たな愛称が与えられた。さらに、1982年には東海道本線名古屋地区の快速に使用されていた1 5 3系の置き換え用として東海ライナーという愛称で、 名古屋地区にも投入されている。ここでは例ダイ製造当時の構造について述べる。全長20メートルで各種の腐食対策が施された構成車体に片側2カ所の半自動対応の両解避を設置する。屋根部分は張り屋根となっており、車両をつまめん上部には押さえよ金具を確認することができる。車体番号は車両側面に ステインレス製の切り抜き文字を貼り付けている。外観から見た側面の構造は先行する、キハ66.67系に類似しており、飛ぶクローブを除いて2段上昇式の窓を2セットずつ一組としたユニット窓が並ぶ。このため、窓配置は制御者が D1D2222D2、中間電動車が2 d 二十二 d 二という独特の形態である。 客用扉窓及び、戸袋窓に設置するガラスの指示方式を、従来のエッジゴム式から押さえ禁止式に変更した。全面形状も、独自のもので、157系に類似する、鼻筋の通った、流線系の構え体に高運転台、左右角二等応用部に備えた全小灯中央倉下に設けられた、列車種別表示器と台本と従来にないデザインとなっている。 登場時の6両編成側面図。パンタグラフが一般的な電動車ユニット2両の中央寄りではなく、一方の外側寄りに搭載されていることが特徴。JR 東海所属レイバンダ台車の車内塗装は、クリーム1号を基本とし、ドウ色2号の細体が倉庫に入る構成である。この2色塗装は新快速のルーツである。 急行電車に使用されていた5 2系や戦後の1950年に製造された8 0系の塗装に類似した大阪鉄道管理局伝統のカラースキームに乗っ取った塗色が選ばれている。従来、国鉄の近郊系電車は電気方式が同じであれば同一の塗装を施すルールとなっていたが、本系列ではそのルールを打破して系列線養色が採用され、以後、 105系などで、地域固有色が採用される先駆けとなった。冷房装置の両脇に設置された新鮮外機導入装置冷房装置は、国鉄標準の au75 バイト集中式冷房装置を屋根中央に搭載するが、その前後にキハ183系や781系などと同様に、新鮮外機導入装置を設置している。そのため、 従来の車両に取り付けられていた押し込め式通風機は廃止されている。座席は転換クロスシートで、釣り革は一切設けられず、車内つまの化粧板を木目調仕上げとして、さらに蛍光灯には乳白色のグローブが取り付けられるなど、近郊系電車としては破格の高級感を演出している。天井は平天井となったが、両隅に境目があり角張っている。 この処理は製造初年が近い 781K や 185K も同様であり、本系列以前では新幹線 0K や京成 AE 車にも見られた特徴である。また、編成中に一箇所和式トイレを備える。なお、当初計画された車体は全面形状が異なり、客用ドアは 実際に採用されたものより、おのおの 910mm 車体よりにあり、車体と色は 711K に習い赤2号に、クリーム4号で、車端部にロングシート、室内化粧板は、薄茶色6号、屋根に押し込み式通風機があるというキハ66に、近いものであった。設計当時の標準品を多用しているが、最高速度が、 従来の近郊系電車の標準である時速 100km から時速 110km に引き上げられた関係から、その多くは上位機種を採用している。電源、制御機器 MM ユニットを採用し、M 車には、主制御機、抵抗機、終電装置が、M 車には、電動発電機、電動空気圧縮機が搭載される。 主制御器は CS43 の流れを組み、信頼性と保守性を考慮して417系で使用し、実績のあった電動化無軸式の CS43A で抵抗制御と自家並列制御を組み合わせて加減速を行う。勾配そもそも速ブレーキや条件が整っていれば、並列段からの再加速が可能である。本系列には、 カム軸機構の改良などにより内部動作の多段化が行われ、スムーズな加速を可能とした、当時最新の CS43A が採用されることになった。主制御機1機で2両100機分の主電動機を制御する 1C8M 方式である。主電動機は、当時の国鉄電車の標準機種の一つであり、113K などと共通の直流直巻式整流子。 電動機である MT54D を装備し、歯車比も従来の均衡型と同様の位置、4.82とされた。実用域の高速性能は 153K と同等で、軌道加速力は上回り勾配線区にも対応している。制御用や冷房用電源として、東芝が原設計を担当した、電動発電機メガヘルツ 135DM92 を採用する。 1 0 3系や1 1 3系、1 1 5系などで採用された実績のあるタイプであり、終電装置からの直流 1500V を電源として、参照、交流 440V60Hz を出力する。空気圧縮機は、終電装置からの直流 1500V を電源とした2段、圧縮直結駆動式の MHz113B、C2000M を搭載する。 台車 DT32E 型台車 TR69K 型台車写真は共に JR 東海所属車で床下機器の図色はネズミ色1号となっている台車は高速走行時の走行特性や DT24K 空気バネ台車を装着していた 153K からの置き換えであることなどを考慮し特急急行型で使用実績のある インダイレクトマウント空気バネ台車である DT32ETR69H を採用した。終電装置終電装置は設計当時に直流系電車の標準品であった PS16 軽量系パンタグラフであるがアルミニウム製の枠を使用し、個採線での運用を考慮してバネ部分にカバーを施した体幹体切仕様の PS16J が採用されている。 連結器連結器は国鉄標準の柴田式密着連結器を採用するが1 5 3系の運用形態を踏襲しラッシュ時に6両編成を2編成組み合わせて12両編成で運用する計画であったことから増解決作業の容易化のために連結器には国鉄発となる自動解決装置と電気連結器が採用された 本系列の編成及び構成する処形式を以下に示す。本系列は、電動車4両、制御車2両による MT 比に1の6両編成を基本として計画、製造された。これは設計当時における国鉄の標準的な構成である。後年の編成組み会により、電動車2両、制御付随車2両による4両編成と電動車6両、 制御付随者2両による8両編成が加わった。本系列においては、各派生番台も含め付随者は存在しない。新快速で運用される117系1979年から製造された基本番台である。1979年9月12日に、川崎重工業兵庫工場で量産先行車となる第1編成6両が竣工し、 各種性能試験と終熟運転の合間に、鉄道記念日イベントの一環として、同年10月13.14日に、大阪、京都、神戸、姫路の各駅で、車両展示会を開催した。各編成の竣工日とメーカーは、以下の通り、登場時の編成営業運転は1980年1月22日に、第一編成を当時運行されていた、新快速。 快速のうち、分割併合を伴わない単独運用に充当する形で開始された。その後は、同年3月末までに8編成48両が、宮原運転所に出揃って、同数の153系が年出され、このうち、状態不良の25両を、廃車、名古屋鉄道管理局へ19両、長野鉄道管理局へ1両、 広島鉄道管理局へ3両をそれぞれ転属し、各局に在籍する153系老朽車との置き換えや車両像に充当された。これにより、新快速は本系列8編成、153系13編成となった。さらに、同年4月から7月にかけて2期目の置き換え作業が実施され、本系列が13編成新増されて、 予備編成を含めた新快速運用の必要数である六両編成二十一本が宮原運転所に揃ったことで九百八十年七月十日には全新快速運用の本系列への置き換えが完了した百五十三系は状態不良車三十九両が廃車され二十七両は名古屋鉄道管理局へ十二両は東京南鉄道管理局へ転属となり それぞれ153系状態不良者との置き換えが実施された。さらに1982年には名古屋畜用として扉の半自動機能使用停止措置及び自動解決装置の省略、パンタグラフの団地使用か、区波117型へのトイレの設置など一部使用を変更の上、大垣電車区に6両編成9本が投入されている。 もは117型100番台。当機の下取り用に、パンタグラフが増設されている100番台車の、室内 TR235E 型台車、国鉄の分割民営化直前に実施された1986年11月1日のダイヤ改正に伴う、京阪新地区の新快速増発用及び、名古屋地区の編成短縮による、快速増発用に投入された増備車である。 4年ぶりの増備であることから各部の設計が変更されている。主な変更点は以下の通り。本番台車は京阪新築用に6両編成3本、名古屋築用に先頭車のみ18両、計36両が投入された。区派117型は、例番台では名古屋築向けの増備車においてトイレ付きに変更されていたが、 京阪神地区向けは再びトイレなしに変更された。一方、名古屋地区向け車は、従来の6両編成を3両ずつに、分割の上、それぞれに、心臓の先頭車を連結するという方式で、投入されることとなった。よって、名古屋地区向けでは、すべての編成で1両だけ、携帯の異なる先頭車が連結されることになった。なお、 編成中のトイレを一箇所とするため、区波117型100番台は、軽阪新地区向けと同仕様のトイレなしで、区波116型は、軽阪新地区向けと異なるトイレなし仕様の200番台として投入された。なお、名古屋地区向けは編成短縮と同時に、新療電車区に転属し、中央再線快速の増発にも当てられた。 100.200番台本系列は新造以来、京阪神、名古屋両地区において、新快速、快速を中心に運用された。国鉄分割民営化に際しては、京阪神地区への投入者は、全社 JR 西日本に、名古屋地区への投入者は、全社 JR 東海に承継され、両地区間での移動は行われていない。新快速運用からの撤退と転用。 JR 西日本発足時144両が宮原電車区に配属されていた。1988年3月13日ダイヤ改正で運用範囲を彦根から舞原まで延長し、翌1989年3月11日ダイヤ改正では朝ラッシュ時間帯に2編成連結した12両編成、新快速での運転を開始した。 しかし、同時に2 2 1系が登場し、徐々に新快速での運用を縮小することとなる。1990年3月10日のダイヤ改正から、新快速の最高速度を時速 115km に引き上げた。また、新たに、福知山線での運用を開始することになり、48両が、福知山色に塗装変更された。 1991年3月16日ダイヤ改正では、早朝深夜を除いて、新快速の最高速度が時速 120km となった関係で、新快速運用は、前原大阪と大阪安の2本のみに縮小したことから、6両編成10本を8両編成5本と4両編成5本に、組み替え、4両編成は、7000快速に、 6.8両編成は、前原、阿保市、万州阿光間の快速列車に充当した。同年9月14日に、北陸本線の直流電化切り替えが完成した、ことから、運用範囲が、長浜まで拡大している。1992年3月14日、ダイヤ改正では、岡山、広島地区の115系比例房車置き換えと、岡山地区の快速。 サンライナー重当のため、岡山電車区、広島運転所へ転属した。サンライナー向けに投入する編成は4両、編成であり、その他組み替えで発生した電動車11組22両の、余剰車を115系へ改造し組み込み115系、比例防車を置き換えた。これにより、117系として、初めて車両数が減少した。また、 福知山線の混雑対策として、一部座席のロングシート化改造が行われた。新快速用に残った117系も、乗客増加によりに、扉車は不向きとなり、時速 120km 運転に対応できない、ことから、同改正以降の新快速運用は、原則的に、ダイヤと輸送力に余裕がある朝晩のみ、それも大阪京都方面間限定とされた。 1999年5月11日ダイヤ改正で、新快速の時速 130km 運転が開始されることとなり、本系列の定期新快速運用が終了した。2001年には、広島地区の110号系初期車の置き換えを目的に、中間車6両が110号系へ追加改造され、総数は116両に減少した。2016年現在、 原型をとどめるのは、水田総合車両所京都市所の8両編成2本16両の、うちの12両。残り4両には、トイレの増設とバリアフリー対応化改造が行われた。2004年10月10日に、リバイバル新快速として、限定運用ではあったが、再び新快速運用に充当された。また、2009年4月には、 湖西線の臨時列車で再び新快速運用に充当された。しかし、脱線区へ転用された車両も、福知山線では221系による丹波路快速が2000年3月11日に運転が開始されたことによって運用が削減。奈良線では2001年3月3日から221系による宮古寺快速の運転開始に伴って運用が終了する一方、 規制本線、和歌山線、山陽本線下関地区で運用が開始するなど、運用範囲の変化が発生している。長らく、115系への改造車を除く116両全車が在籍していたが、2015年より廃車が開始され、2021年10月現在は74両が在籍している。300番台への改造300番台福知山色300番台車の 車内福知山線における通勤需要の増大に伴う遅延防止策として改造されたグループである。1992年に6両編成9本、1997年に先頭車4両の計58両が改造を受け、車両番号は元番号プラス300となった。なお、第一編成のみは福知山色への塗装変更のみで300番台への 改造は施行されていない。また一部の編成は300番台下改造以前に座席の一部撤去を受けており、最初に施行された第21編成は転換クロスシート1列を、その後に施行された第3.56編成は転換クロスシート3列をそれぞれ撤去された。改造内容を以下に示す。新旧番号対象改造当社の 編成京都地区への転用京都、北近畿地区地域色の S4 編成、JR 東西線建設のきっかけとなった、福知山線沿線の発展に伴い、本系列は、早朝夜間の運用が主体となり、2000年3月より、同線からの撤退を開始。JR 福知山線脱線事故を受けた ATSP の設置に伴い、甘崎宝塚間運転再開を前に、 同線からの撤退を完了させた。これらの車両が転用されたものである。当初は宮原運転所所属のままだったが、2006年5月から6月にかけて京都総合運転所に転属し、現在も湖西線、美和湖線、草津線で運用されている。2002年から2009年にかけて、福知山色の車両はオリジナル塗装に戻されたが、その後京都、 北近畿地区地域統一職への変更が進められた。なお、2007年から2009年にかけて ATSP の取り付けが行われた。T2 編成のうち6両は2020年1月31日付で、後述するウエストエクスプレス銀河へ改造。残り2両は2020年3月11日付で、同日に、 姫野支所新在家発出所から転属した4両と共に S99 編成を蘇生した。S99 編成は100番台を S01 編成に差し替えた上で2021年9月22日付で廃車された。転用車は次の通り。8両編成、6両編成岡山地区への転用快速3ライナー色の黄色一式に塗り替えられた E5。 編成下関から転入した100番台1992年に0番台4両編成6本が岡山電車区に転用され快速サンライナーなどで使用開始した転用に際して水田工場で外部塗色を白に赤のグラデーションに塗り替えトイレの汚物処理装置を循環式からカセット式に交換しているこれらは1999年に 後藤総合車両所でワンマン運転対応改造を施行されたが、車内で運賃を収受しないことから運賃箱などは設置されていない。転用車は次の通り。100番台4両編成3本を宮原総合運転所から借り入れし、E11E13 編成として、岡山地区でのローカル運用を中心に、米子地区での多客輸送臨時列車としても運用した。 しかし100番台に装備されていたトイレの循環式汚物処理装置の抜き取り設備が岡山電車区にはなく設備のある後藤総合車両所を拠点とする米子地区での運用時以外はトイレ使用停止状態で使用したため運用上の制約を生み2005年10月までに下関車両管理室へ転用した 2010年2月8日に、阿蘇市総合車両所に検査入場していた E05、編成が農王職の瀬戸内地区地域統一職に塗り替えられて、以降、順次塗装変更を行っていたが2016年7月の E04 編成への思考をもって、三来難易度は消滅となった。2015年に、下関総合車両所運用研修センターから100番台4両、 編成3本が転入し、0番台4両編成3本を廃車とした。転入に際しては、汚物処理装置のカセット式への換装と E08E09、編成の濃黄色への塗り替えが行われた。法日観光客の増加に伴い、2016年7月から、全面のサンライナー幕の使用を取りやめ、英語も併記されている種別のみの幕へと変更された。 同年10月19日から2017年9月まで E05 編成が地元のサッカークラブファジアーノ岡山 FC のラッピングを施したファジアーノ岡山ラッピングトレインとして運行された115系3500番台への改造1992年に本系列を3ライナーへ転用する際単編成化によって発生した余剰中間電動車が 山陽地区で使用されている115系の戦闘車と、混結できるよう改造されたものである。新旧番号対応規制本線、和歌山線への転用和歌山色、和歌山地区地域統一色2000年3月に、福知山線用の300番台4量編成2本が、福知山色のまま、姫野電車区へ転属し、G8-01 編成。 G8 例に編成として、和歌山線全線で使用されるようになった。それまでの和歌山線専用の同居113系、湘南職者による朝夕ラッシュ時の運用を遺憾する形で運用された。なお、運用の間合いで、半和貨物線の路線維持改装列車としても使用された。運用上の常駐先であった、新和歌山車両センターのトイレ汚物処理設備が同社の、 循環式に対応しておらず、トイレは使用停止とされていた。二編成配置に運用仕様であったため、ひねの電車区での検査実施時には、同区113系が代走した。2001年3月、戦術の通り宮古寺快速の運転開始によって、宮原総合運転所所属者による、奈良線運用が消滅したため、同所霊番台の6両編成1本が、現職のまま、 ひねの電車区へ、転属前提で貸し出された。このうち4両が、予定通り、G8-03 編成として収益し、上記1 1 3系の検査ダイソーの置き換えに、使用された。同年12月、宮原総合運転所で余剰となった300番台先頭車の2両と、上記 G8-03 編成とならなかった2両が、 接客設備が異なったまま組み合わされ、ワンマン運転対応改造と外部塗装のオーシャングリーン地にラベンダー対価が施行された上で G8-04 編成として翌年1月から和歌山線で運行を開始した。その後、同区配置の残りの編成も順次、ワンマン改造、塗装変更が行われた。2002年3月、宮原総合運転所から 下関車両管理室に貸し出され、宇部線、キララ、広市臨時快速列車として使用されていた4両、編成1本が、返却時に転入し、4両編成5本の人用となった。この時、ひねの電車区所属車の運用範囲が半和線、ひねの和歌山間、帰省本線、和歌山木田鍋間にも拡大。同時に全編成が、ワンマン対応、塗装変更され、 和歌山線でワンマン運転を開始した。この際、運用上の拠点も、循環式汚物処理装置の抜き取り設備が設置されている、姫の電車区になったことから、トイレも使用可能となった。同年11月、所属が新和歌山車両センターに変更され、阪和線と帰省本線、午後北鍋間での定期運用が消滅した。この際に、 各編成のトイレの汚物処理装置を循環式から使い捨てのカセット式へ交換し、トイレの使用可能状態を維持している。2008年8月、所属がひねの電車区に戻された。主に和歌山線で運用されていたが、ひねの電車区の113系の臨時検査入場などで、編成不足が起きた場合、ダイソーとして帰省本線を走行することもある。ただし、 不足が2本以上の場合は、奈良電車区の2 2 1系を使用する。しかし、ひねの区所属の1 1 7系は2014年春のダイヤ改正できの国線での運用が減少した。水田工場に検査入場していた G3 編成が、和歌山地区地域統一職に乗り換えられ、2012年4月2日に出場した。 2015年11月と2016年1月に300番台4両、編成2本が、下関総合車両所運用研修センターから、転属。転属車のうち先頭車4両を廃車した上で、中間車4両を、SG1SG2 編成に組み込み、代わりに0番台4両を廃車した。2018年3月7日の JR 西日本の、プレスリリースにて、 2019年から2020年にかけて227系電車に置き換えることが発表され2019年3月16日のダイヤ改正で定期運用から離脱した2019年6月と7月に音両編成3本が廃車された2020年3月11日付で0番台音両が京都市所に転出し同年2月18日付と 同年4月14日付で300番台、各2両計4両が廃車され、配置がなくなった。転用車は、下記の通り。括弧内は、ひねの電車区所属の2002年3月までの編成番号である。下関地区への転用2005年3月ダイヤ改正より、宮原総合運転所所属車を転用して、運用を開始した。2005年3月ダイヤ改正以前は、 新山口下関間で JR 九州が所有する415系電車を使用していたが、同大や改正にて415系の下関伊東への乗り入れは中止となり、新山口下関間で車両が不足した。これに伴い宮原総合運転所所属の100番台に編成を岡山電車区に転属。 岡山電車区から下関総合車両所への貸し出しという形で下関地区での運用を開始した。その後、100番台1編成と300番台2編成が下関での運用に追加される。2007年11月より正式に下関総合車両所の所属となった。転用に際して塗装変更は行われず、100番台はクリーム地に ブラウン帯のオリジナル塗装、300番台は白地に、緑色の日本体を巻いた福知山線塗装のまま、転用された。ただし、全面の表示幕は使用されなかった。2015年に、岡山電車区へ100番台4両編成3本が、水田総合車両所ひねの所新在系派出所へ300番台4両、編成1本が、それぞれ転出した。 2016年1月に最後まで残った300番台4両を、編成1本が、菅田総合車両所姫野市所新罪ケ波出所に転出し、2016年4月時点では、下関地区への配置はなくなった。転用車は、下記の通り。ウエストエクスプレス銀がウエストエクスプレス銀が2020年9月11日より、運行を開始した、ウエストエクスプレス銀がように、 2020年1月31日付で、スイタ総合車両所京都市所の旧 T2 編成のうち0番台の6両を改造して、蘇生した編成で M117 編成を名乗る。車番は現車にプラス7000して7000番台となった。グリーン車2両、普通車3両フリースペース1両の6両編成とし、デザインは、越後時名機、リゾート雪月下の設計。 プロデュースや中村駅のリノベーションを手掛けた川西康幸が担当した。エクステリアカラーには西日本が誇る美しい海や空を表現したというルリコン色を採用。全車とも6号車寄りのドアを塞いで両開きワンドアとし窓配置も一部変更された。インテリアも多様性、カジュアル、くつろぎをコンセプトに全面改装された。 2021年度グッドデザインベスト100及び、グッドデザイン特別賞グッドフォーカス賞、地域社会デザインを受賞した。編成表 JR 東海色手前1両だけ、窓形状が異なる。旧都職の頃0番台の窓形状200番台の、窓形状民営化直後は、JR 東海名古屋地区都市圏輸送の主力者として、徴用された。しかし、通勤需要の増大に伴い、 1988年には3扉ロングシートの申請者 211K5000 番台に置き換えられ、全車が大垣電車区に転属した。東海道本線においては、後継の 311K の登場によりメインの新快速を同系に譲ったものの快速用の主力として使用された。 しかし、1999年の313、軽投入に伴う運転速度引き上げが行われると、東海道本線の日中のダイヤは、快速が最高速度実速 120km となり、普通列車も2 1 1系3両編成の走行性能を基準とするダイヤ編成となったため、最高速度、軌道加速度ともに対応できない1 1 7系は、 日中時間帯の運用が皆無となり、朝晩のラッシュ時における、金山駅、前原駅間の快速が中心となり、主に4両編成を2本連結した8両編成で運転されたほか、平日あるいは、土休日に1本程度の新快速運用が復活した。日中には、浜松駅、豊橋駅間や大垣駅、前原駅間の運用が見られたが、ほとんどの編成は、 大垣車両区や留置線を多数備えた厚田駅、大府駅、豊橋駅構内などに留置された。2006年10月改正以降は、大垣駅、前原駅間の日中の普通運用の大半を占めるなど、多少運用が増加したほか、2008年3月改正以降は、平日朝に増発された岡崎駅発着の新快速列車にも使用されるようになった。 2011年3月開始制では一部の快速、新快速運用は残存したが、岡崎駅伊藤の運用は消滅した。塗装は311系統上の1989年に、JR 東海のコーポレートカラーであるアイボリーに、オレンジ帯の試験塗装編成が登場した後、全車が塗り替えられた。当時は雨どいに一本、倉庫に太タイト、舗装尾各一本の、 計3本の帯が入っていたが、1999年頃より、試験塗装と同じ塗り分けに変更され、側面体が、創下1本に、簡略化された。前面の快速膜は、当時は白地に、黄色で、快速と表記され、文字の周りが黒く縁取りされており、視認性に問題があったため塗装簡略化と、ほぼ同時に交換された。列車番号表示器は、 JR 東海では、本来の目的では使用されないため、統計列の場合には、大垣車両区における、編成番号を表示していた。S11 編成は2009年8月に、落成当時のクリーム地に、ブラウン体の車体塗装に変更された。これは、同年10月に佐久間レールパークで開催される、見学ツアーでの運行に合わせ、登場時の塗色を再現したものであった。 1991年度末、区波117から102と、区波116から30及び区波117から29と、区波116から201に対して、運転席直後や車担部を、ロングシートに改造された。運転台後方部分は3人掛け、便所部分は、出入口前のクロスシートを残して3人掛け、それ以外の車担部は5人掛けのロングシートを設置し、 すり手が新設された。なお、運用状況を鑑みた、追加改造は見送られた。1994年、終電装置が、リり板を PS21 と同等のものに交換され、PS16 改めとされた。2009年からは一部の編成には AT、ATSPT の設置工事が施されたが、本系列では転落防止滅及び、 車椅子スペース整備改造は行われなかった。2010年に 313K40 車が投入されると、捻出された 311K や 313K0、バンダイによって一部の運用が置き換えられ、2010年度中に ATSPT 未設置の5編成20両が廃車された。このうち S1 編成が旧塗装を復元させた上で、リニア、 鉄道館で保存されることとなり、展示スペースの関係上、模波116を外した3両編成での保存された。2013年3月16日のダイヤ改正で、JR 東海の本系列は定期運用から退いた。同年12月27日と12月30日に、残存していた車両のほとんどが廃車され、 少数残った車両も2014年1月27日付で廃車され、JR 東海が所有する117系は全廃された。そよ風トレイに117臨時快速、そよ風トレイに117として運用されていた117、軽霊版で S 級編成は2010年8月1日から、同年9月26日までの土曜日、休日に、飯田線で運行される。 観光列車、そよ風トレイン117用として、同年7月に改造工事が施行された。2号車に蘇生される、もは116から45は、客用扉部分に走行中でも、外気を取り入れることが可能な展望策を設置し、客用扉間の座席を撤去した上で窓に向けて、ベンチを配した、ウィンディスペースに改装され、 他の3両も一部の座席の背もたれ部を撤去し、大型テーブルが設置されていた。JR 東海の所有する本形式としては最後まで残ったが、2013年8月5日に浜松まで改装された。編成リニア、鉄道館で展示されている、区波117から30減 S1 編成である、区波117から30の1両が、 2010年11月開業のリニア鉄道館の収蔵車両エリア屋内に保存、展示されている。2019年5月30日まではモハ117から59、クハ116から209の合計3両が屋外展示されていたが、N700K 量産先行試作車、X 例編成の3両へ入れ替えることに伴い117。 軽の屋外展示は終了し、収蔵車両エリア屋内に保存されている黒381から11と入れ替えで区波117から30の1両のみが移動し、展示を再開した。残りの2両は黒381から11とともに浜松工場へ搬出され解体された。ありがとうございます。